さてしましたカキのゲートセブン今週のテーマは交流戦を制すのはどうだということでこの方と一緒に深め久しぶり僕お,お会いするんですけどもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします辻初彦さんです <laughs> お願いします辻さんと前 MLB スム っていう t. B. S. の番組だったと思うんですけどそう。W. B. C. 第一回 W. B. C. が終わった後に、えー、ゲストを呼んでいただいて。えーえー、あったんです。それがそれ以来です。そうですよね。二千六年。六年。その時にやたらとキューバのセカンドショートはグローブがでかい。それはどういうことですか。つい <laughs> さんって言ったら。ショートとセカンドの考え方がとにかく。 引っかかりゃあとは肩強いからどんな体勢でもガンって投げてアウトにできるからでかい方がいいんだって。で日本のプレイヤーはみんなちっちゃいグローブ使うんだっつって全然考え方が違うってお話をしてくれて辻さんのグローブの話になって辻さんあのスラッガーっていうグローブ使ってるんですけどつかまないと取らないと。 月ッの時は右のこの親指の土手に当ててそれを流してショートにで取らないっていううそなと思って僕その後本当に神宮の何年前ですかね34年前神宮の,あのラーメン屋さんの横にスラッガのお店あるじゃないですかスラッガのお店へ僕行ったんですよ。ほいでバーってグローブ飾ってあって辻さんのグローブを飾ってあって、はい。 井さんのグローブって見れるんですか?と」とあとをどうぞ」ってパッって見たら本当にに井さんのグローブー右の親指からこの小指にかけてこのいわゆる土手っていうところにすっと<ー>うわっほん当に流してたんだって。<laughs>